はい、小豆島町議会議員三木たかしの週1動画パート83ということで83週目いきたいと思います。今日のテーマはですね、小豆島町大学生等就学支援金についてということでですね、まあ行きましょうかね。大学生等の就学支援金、この間ね、7月の、臨時議会で承認した、また支援金ね、給付金関係の、まあ、PR というか発信になりますので、ちょっとお願いします。目的がですね、新型コロナウイルス感染症の影響などを受けて収入の減少などにより就学の継続が困難とならないよう大学生などのなどに超独自の一時金を給付しますというね、こういう趣旨のもとで始まっている、給付金になります。ですね、対象はですね、令和2年度に小豆島町奨学資金貸付制度、もしくはですね、小豆島町健、保健医療福祉関係職就学資金貸付制度の貸付金を受給しているもののうち、次の条件のいずれか一つに該当する方ということで、基本的にはですね、令和2年度に奨学金及び就学資金を借りた人がまずは、第一段階の対象となります。その中で、いずれか一つね、に該当するものっていう形で、今からね3つその条件があるので、どれか一つに当てはまってたら、まあ、対象になるっていうことなんで、その、説明をします。まず一つ目がですね、独立行政法人日本学生支援機構から学生支援緊急給付金を、受給したものということでね、これちょっと調べてないんで、わからんですけど、まあ学生支援緊急給付金を受給した人は対象になりますっていうことです。それから二つ目ですね、貸付金受給者及びその父母または学生本人の学費や生活費を負担している者、生計維持者の令和2年度における住民税が非課税であることですね。これが二つ目。まあ、本人か、お父さんお母さんか、それ以外で生活費とかね、学費の負担をしている人が、令和2年度における住民税が非課税であることっていうことですね。それから三つ目です。貸付受給者または生計維持者の令和2年度4月から6月ですね、4、5、6の3ヶ月の平均収入が前年度の同期に比べて 20% 以上減少したものということで、このパターンね、今言った3つ、小さくてこれ見えんかなね。この3つのうち1つ、奨学金及び就学資金を受給してて、この3つのうちのどれか1つに当てはまった時に、対象者1名につき5万円支給という形になりますので、これね、ほんでね、議会の中で、周知方法を聞いた時に、まあ、前回の、ね、動画でも言ったんですけど、これもねホームページと、町の候補かな、のみの周知になりますっていう形だったので、まあ、これもね動画にしようというふうに思いました。まあ、対象者が、ね、そんなに多分数いないっていうことだとは思うんですけど、まあ、当たる人はね結構ね1名につき5万円ってね安くない金額ですので、なんかね対象、この令和2年度に奨学金とか就学資金借りたよなっていう人はぜひ見てほしいかなっていう、そういった給付金になります。まずはね、これホームページにも書いてるんですけど、まずは子ども教育課に電話してください。奨学金で、令和2年度に奨学金借りたなとか就学資金借りたなっていう人は、まずは一回ですね子ども教育課に電話してみて、その相談をしてもらった方が早いと思います。今回ですね、この、小豆島町大学生等就学支援金についてということで、これね一応ホームページにもあるので、このね、動画のコメント欄にそのホームページねリンク貼っておきますけど、まずはですね、子ども教育課に電話していただくのが多分一番早いと思いますので、まず皆さんね、これもね奨学金借りてる人、就学資金借りてる人ね、町の広報でめっちゃでかく PR してくれるかどうかわからないんですけど、意外にそれがね、気づかなくて、本来ねもらえる権利あるのにもらえなかったとかいうことがないように、ね、したいので、ぜひまたね、あのコメント欄に貼ってあるホームページのねリンクも、皆さんの方でシェアしていただけたらなというふうに思います。まずはね、この小豆島町大学生と、就学支援金についてというね、こちらの、対象は子ども教育課にまずはご連絡していただければなというふうに思っております。本日は以上です。どうもありがとうございました。